有馬急行線は、大阪府大阪市北区と兵庫県神戸市北区、有馬町を結ぶ阪急バスグループが運行している路線バスである。もともと、大阪と有馬温泉を結ぶ路線は、阪急電鉄の前身である美濃王有馬電気軌道が建設を計画していたが、諸事情により宝塚有馬の建設を断念したため、 道路線が1948年7月15日より運行を開始した。かつては一般道路を経由していたが、1972年から1976年にかけて中国自動車道への乗せ替えを経て、現在はすべての便が中国道を経由している。種別は途中の停留所には止まらない、特急便と、 新大阪と千里ニュータウンの2カ所に泊まる急行便の2系統が運行されている。2008年8月31日までは、宝塚インター、西宮名じを、西宮北インター、山口支所前、上山口、中野の各停留所にも泊まる、確定便も存在していた。また1989年6月から1996年7月までは、 西宮市北六港台を経由する系統も設定されていた。2017年7月13日からは外国人観光客増加の対応のため大阪国際空港を経由する便が3往復設定され直通便も増便された。有馬急行線高速道路を経由するためこの有馬急行線は一般路線バスではなく高速バスであるという認識が一般的であるが 実際には一般路線バスである。阪急バスの公式ウェブサイトや利用者向け告示などでは高速バスと表記がなされているが、これはあくまで案内状であり、阪急バス株式会社の発行する社内広報誌やガイドブックにおいても高速バスを除いて一般路線の中で最も運賃が高いのは有馬急行線であると記されており、 阪急バスの高速バス路線の総称である高速線と有馬急行線とはそれぞれ別々に表記されている。また、かつて阪急バスは高速バスと路線バスの乗務員の制服が異なっていたが、有馬急行線の乗務員は路線バス乗務員の制服を着用していた。さらに、運行距離も5 0トル未満であり、高速バスの条件には一致しない。したがって、 高速道路経由の急行路線バスとして分類される。なお、一般路線バスではあるが、阪急バスや阪神バスの一般路線で使える IC カードのハニカは,は利用不可になっている。2021年5月現在、ありがとうございます。